オーストラリア料理はオーストラリアで食べられている料理の総称。この項目ではオーストラリアの食文化及び料理について述べる。焼き上がったダンパーオーストラリア大陸の先住民で、あるアボリジニは狩猟採集生活を営み、手に入れた食料は保存することなくその場で食べていた。彼らの調理法は火にかけて焼く、焚き火の灰に埋める程度で調味料はほとんど用いられておらず、 土器や食器を持たなかったために、スープや煮物の類は存在していなかった。食事は基本的に個人でとり、集団の食事も家族の範囲に限定され、人が多く集まる場でも、教職の機会はほとんどなかった。アボリジニ社会及び食文化は外部からの影響をほとんど受けない状態が5万年、近く続いていたが、18世紀末のイギリスからの 移住者の到来によって大きな変化を迎える。オーストラリアにおいて支配的な食の様式は1788年にイギリス人が入植された後に形成されたものである。オーストラリアに移住した白人はマカダミアナッツや淡水魚のバラマンディを除いてアボリジニの食物をほとんど取り入れなかった。開拓の最初期にはカンガルーやエミューが食され1859年に ウサギが輸入されるとそれを主食とした。その後、羊や牛が食肉の中心となる。トウモロコシは最初期の開拓者が食べていた穀類で、あったがやがて小麦が食べられるようになり、イースト菌を添加せずふくらしこだけを混ぜたダンパーと呼ばれるパンが作られる。初期のオーストラリアにはレンガの金どすら普及しておらず、焚き火で煮炊きをする状況は19世紀末に、 工場で生産された安価なストーブの普及によって変化する。19世紀半ばから屋外で使用されるキャンプオーブン以外にコロニアルオーブン、国産のストーブ、ガスレンジといった調理器具が使われ始めた。19世紀末には家畜の飼育、穀物、野菜、果物の栽培がそれぞれの作物に適した地域で行われるようになっていた。 第二次世界大戦期までオーストラリアではイギリス風の調理法が主だったが入植者の多くが都市住民で小ざく実り出身者が少なく乏しい食材を上手に調理するイギリスの古作農独自の食文化が定着しなかったオーストラリアの食事はあり合わせの食材を使って細工らしい細工を加えないいわゆるピクニック料理で手早く簡単に調理する点に特徴がある こうした料理が主だった理由に、最初のオーストラリアの移住者が軍人と囚人で構成されていたためだという説がある。入植初期の主要な労働力だった囚人はラム酒を好み、一時はラム酒が通貨の代替機能を持っていた。イギリスの食文化以外に移民の大きな割合を占めていたアイルランド出身者の食文化もオーストラリアに流入し、パン、ジャガイモ、肉、 乳製品で済ませる、質実な初期のオーストラリアの食事は、アイルランド的だと言われている。当時の料理の単調さは1週間を牛肉とメリケンコだけでやりくりするほどだったと言われている。20世紀に入るまで、地方の労働者は、テンテンツーアンドクオーターと呼ばれる配給食と大差、ない単調な食事をとっていた。ベジマイトを塗ったパンイギリスの中流、上流階級の食文化は、 役人や初期の入職者の後にオーストラリアに移住した富裕層によって持ち込まれる。上流階級は移住前と同じ食生活を維持し、一方で中流階級は一度の食事で多量の料理を摂取していた。シドニーなどの都市部では19世紀なカバにフランス料理店、19世紀末にイタリア料理店が進出する。しかし、こうした高級レストランの多くは、 1893年からの不況の中で消えていった。高級レストランの流行と、同時期に4ペニーレストランや1、シリングレストランといった庶民的なレストランも現れ、ミートパイやフィッシュチップスなどが一般に普及していった。工場で生産された食品も出回り、わずかながら料理書も発行されたが、オーストラリアの食文化に大規模な変化は起こらなかった。 19世紀半ばに起きたゴールドラッシュを目当てに多くの中国人労働者がオーストラリアに移住するが彼らの食文化はなかなかオーストラリアに受け入れられず徐々に白人社会に浸透していった。1920年代には科学技術の進歩によって食生活の地域差、階級差が狭められアメリカ合衆国の外食産業や食品会社の影響が強くなった。 この時期に考案されたパン用スプレッドのベジマイトは最もオーストラリアらしい食べ物の一つとみなされている。第二次世界大戦後、南ヨーロッパ、東ヨーロッパ、中東、アジアから難民、移民が多く流入する。1960年代のカウンターカルチャーの政党、非政党の区別、差別を撤廃する潮流の中で、それらの地域のエスニック料理が 旧来のオーストラリア人の間に浸透し、オーストラリアの食生活は多様化を迎える。1940年代後半から1960年代にかけて東、南ヨーロッパ、中東の移民が受け入れられ、オーストラリアの食の幅は広がりを見せ、洗練されていった。その例として、ポーランド系移民が普及させた本格的なソーセージとコーヒー、 南ヨーロッパ系の移民が持ち込んだパスタとワイン、中東発祥のケバブやピタが揚げられる。1970年代からのアジア系移民の増加により、オーストラリアの食文化はヨーロッパ圏の小麦、牧畜、パン、肉食の食文化を脱し、大きく変化する。伝統的なフィッシュチップスの店では、ギリシア料理の絡まり、春巻き、 サモサなどのイギリス外の料理が提供され始めた。多文化主義を背景として、1990年代から各国の料理の要素を取り入れた、モダン、オーストラリアンと呼ばれる料理が現れ始めた。スーパーマーケットで販売されている、カンガルーニック1880年に、最初のオーストラリアの冷凍船がロンドンに、オーストラリア産の食肉を輸出した後、食肉の生産量が急激に増加し、 価格も下落したため、以来オーストラリアは世界最大の肉の消費国となる。肉を多量に消費する食生活のため、肥満に悩むオーストラリア人は多い。オーストラリアの人間は1日に3食肉を食べているとも言われており、初期のオーストラリア人の1日の食事について、朝食にビーフステーキやマトンチョップ、昼食にコールドビーフ、そしてローストビーフやボイルドビーフ、 マトンが夕食に出されていたと言われている。オーストラリアで食される肉は、牛と羊が主で、豚、鶏の消費量は少ない。食用にされる家畜は鶏、七面鳥、カチョウカモ、ハト、ウズラなどがある。開拓時代には、ラム肉のローストがよく食べられ、外国人は一年中ラムローストばかり食べさせられたと嘆きの声を上げた。 食肉への加工の際に出るもつは、ミートパイの具材になる分を除いて、大部分がアジアに輸出されているが、1970年代までのオーストラリアでは、もつが食卓に上ることが多かった。もつが敬遠されるようになった背景の一つに、アジア系の移民との違いを主張するオーストラリア人のエスノセントリズムが挙げられており、もつ料理はもっぱら。 エスニックレストランで供されるものとなっているが、持つ料理は新しい料理を求める人間から受け入れられ、始めている。カンガルー肉はオーストラリア各地で入手できるものの、現地で日常的に食べられている肉ではない。植民地時代の古いレシピでは、カンガルー肉は牛のテール肉と同じように調理されており、多量の肉汁が出るまで蒸されていた。今では、カンガルー肉は切り身、 もしくは、ソーセージという形態で購入できる。有用な食肉として、カンガルーの他に、ワニ、エミュー、ポッサムなどの動物の飼育が進められており、観光地のレストランではそれらの肉を使用した料理が、供される。シドニーのフィッシュチップス時に、オーストラリアには、魚料理は少ないと言われることもあるが、多くの魚介類が利用されている。 オーストラリアの1100万平方キロメートルの漁業水域は世界第3位の面積であり、料理に利用される魚介類の採取を可能にしている。オーストラリア大陸の周囲に広がる正常な海では、国内外に出回る良質な海産物が育まれている。商業的に収穫される海産物として、ロブスター、エビ、マグロ、サケ、アワビがあり、カキ、サケ、 南マグロなど60以上の品種が養殖されている。オーストラリア大陸の河川、湖は比較的まばらであるが、食用に適した独特の淡水魚と甲殻類を提供している。漁業、水産物の養殖は、羊毛、牛肉、小麦、乳製品に次ぐオーストラリアで5番目に重要な第一次産業となっている。オーストラリア料理の食材となるオーストラリアの 魚介類は、南マグロ、ダイオウギス、内輪エビもどき、アミメノコギリガザミ、アオバダイ、オーストラリア西部のジューフィッシュ、ザリガニなどがある。また、オーストラリアは、アワビとイセエビの漁獲量が多い国の一つでもある。主要な輸出品であるクルマエビは、国内でも多く消費され、フライ、ロースト、バーベキューにして食される。オーストラリア各地で釣り上げることができる。 マゴチは食用になる釣りの獲物としてよく知られており、バラマンディと呼ばれる淡水魚はオーストラリア北部の河川で釣れる魚のシンボルとなっている。バラマンディとに卵とマカダミアナッツの衣をつけて揚げる料理はクイーンズランド州の名物である。イギリスで人気がある持ち帰り用の料理であるフィッシュチップスはオーストラリアでも好まれている。 フィッシュチップスは衣をつけて揚げた魚とフライドポテトの組み合わせであるがオーストラリアではタラではなくサメが使われることがしばしばあるオーストラリアには調理済みの魚肉を使用した料理が多く料理書には缶詰の鮭を使った団子のサーモンケーキなどの缶詰料理も載せられているオーストラリアの野菜類の多様化は中国系移民の功績だと言われている 19世紀末までには、どんな辺境の街にも、天秤棒に野菜を担いだ、中国人の商人の姿が見られたという。初期のオーストラリアの料理書に掲載されている、野菜料理は、わずかなものに止まっていたが、次第にオーストラリアの食生活の実情を反映するようになり、中国系移民による野菜栽培の開始、健康志向の高まり、調理法の多様化の影響を受けて、 より多くの野菜料理が料理書に掲載されるようになった。伝統的に野菜は煮られて食べられ、クタクタになるまで煮られた野菜が皿の脇に乗せた形で供される。オーストラリアで醸造されるビールの一つ、4X、イギリスからは紅茶だけでなく、伝統的なティータイムの習慣もオーストラリアに持ち込まれた。紅茶はオーストラリア人に欠かせない飲み物だったが、 コーヒーにとって変わられつつある。牛乳及び乳製品の生産量と消費量は多いが、長期の保存は困難であるため、粉ミルク、コンデンスミルク、エバミルクなどに加工される。オーストラリアでは、グロックという言葉はもともとビールやラム酒を指して使われることが多かったが、現在では種類全般を総称する言葉になっている。アメリカでの禁止法の施行と同時期に、 オーストラリアでも禁酒運動が活発になるが、禁酒法の制定には至らなかった。禁酒運動の影響は、後の時代にも残り、酒屋が街の外れに置かれて夜早い時間に閉まるなど、飲酒に対して厳しい態度が取られている。多くのレストランでは、客が自前の酒を持ち込む BYO のシステムが採用されている。ビールの醸造は入食後間もなく、始まり、 1835年に商業化された。オーストラリアは伝統的なビールの消費国であり、主な醸造者として、フォスターズ、カールトン、VB などの企業が知られている。イギリスやアメリカのビールに比べて、オーストラリアのビールはアルコール度数が高い点に特徴があり、ぬるいビールを飲むイギリス式の飲み方ではなく、冷やして飲まれる。2005年当時はオーストラリアは、 世界第6位のワイン生産量を誇り、最大のワインの産地である、リバーランドやバロッサバレーを擁する南オーストラリア州では、国内の約半分のワインが生産されている。ワインは輸出製品としてだけでなく、家庭にも浸透しており、品質に比して安価なワインが流通している。オーストラリアでは、ニュージーランドと同様に伝統にとらわれない自由な発想が、 ワインの生産に取り入れられ、ブドウのブレンド、コルクセンに代わるスクリューキャップの使用、紙パックの導入などの新技術の導入による品質の向上が試みられている。ブランデー、ウイスキーなどの蒸留酒の品質はヨーロッパに比べて低い。ブッシュトマトアボリジニの料理に塩や香辛料は全く使われない。沿岸部、川沿いの地域では魚介類が アボリジニの食料の40%以上を占めていたと考えられている。アボリジニの間では昆虫食も行われ、レモンジュースに似た味の生きた緑色のあり、ウィチェッティグラブなどが食される。石を火にかけ、その上にカンガルー、エミュー、オートカゲなどの肉を乗せて砂をかぶせて蒸し焼きにする調理法は、アボリジニ社会で一般的なものとなっている。 土器など耐熱性の容器が作られなかったアボリジニ社会において煮る調理法がごく新しいものである。オーストラリアの入植者は見慣れない新大陸の動植物に対して利用法や形を連想させやすくするため母国で聞き慣れた言葉にブッシュという言葉を被せた名前を付けた。それらの独特の動植物を利用した料理はブッシュタッカーと呼ばれており健康に良い料理だとみなされている。 ブッシュタッカーの一例として、ワニのマカダミアプロシェットにブッシュトマトのチャツネを添えた一品、ココナッツオイルで揚げた中型のエビに、カレー風味のマヨネーズをかけた料理が揚げられている。木の皮のロールであるペーパーバークは、魚の包み焼きに使われる。パブロバオーストラリアンミートパイビーにかけられた、ビリーカンももオーストラリア、らしい食品の一つにベジマイトがあるが、現在は、 アメリカのクラフトフーズが商標を所有している。バイオレットクランブル、ハニカムチョコレートバー、チェリーライプ、オレンジ風味の殻でコーティングされたチョコレート菓子ジャファといったオーストラリア独特の食品にはマカダミアナッツが含まれている。チコロールは半円糖のペーストリーを油で揚げた軽食で、中にはトウモロコシ、ジャガイモ、グレービーソースが詰められている。 他のオーストラリアを象徴する食品として、チョコレートビスケットのティムタム、ムスクスティック、バターを塗ったパンに、ノンパレー用をまぶした、フェアリーブレッド、シリアル食品のウィートビックスなどがある。オーストラリアのハンバーガーはごくシンプルで、牛肉のパテのフライに、トマトのスライス、レタスの千切りが添えられ、ロールパンで具を挟んでいる。ハンバーガーのソースには、トマトソースか、 バーベキューソースが使われていることが多い。テーブルビート、パイナップル、フライドオニオンも非常に一般的なトッピングである。他にしばしばハンバーガーの具になるものにはベーコン、目玉焼き、チーズがある。アメリカ資本のチェーン店を除いてアメリカ風のピクルスがハンバーガーのトッピングとなるのは珍しい。約10センチメートル四方の薄いペストリーの皮の中に グレービーソースというひき肉が包まれているオーストラリアンミートパイは持ち帰り用の料理としてよく知られている。人気のあるミートパイのバリエーションにはステーキ、サイの目切りにされた玉ねぎのフライ、インド風のカレー、胡椒などの具やパイの上の部分にマッシュポテトをかぶせたものがある。オーストラリアらしいミートパイのスタイルにボールにたっぷり入れたエンドウ豆のスープの上にパイを浮かべる。 パイフローターがある。アメリカでは、オーストラリア風のミートパイが注目を集め始め、2011年に最初のミートパイのチェーン店である、パイフェイスがニューヨークに開店した。オーストラリアを代表する歌詞の一つに、粉砂糖で味付けしたメレンゲを、クリームや果物で飾り付けたパブローバがある。ロシアの舞踏家、アンナ・パブロワがオーストラリアを記念して作られた歌詞だと、 言われているが起源は不明確であり、オーストラリアとニュージーランドはそれぞれ自分たちの国が発祥地だと言い争っている。他に有名な歌手やダンサーにちなんだ名前を持つ料理には、オーストラリア出身の歌手ネディー・メルバの名前を冠するものがいくつかある。ピーチ・メルバとメルバトーストはよく知られているが、ラルース・ガストロノミークにレシピが収録されているチキン・メルバはあまり知られていない。 卵や牛乳を使わない、塩爆入りのアンザックビスケットは、第一次世界大戦の際にガリッポーリの戦いに参加した連合軍側の兵士に送ったビスケットが元になっており、保存性に長けている。オーストラリアの料理書では、ケーキの種類は細かく分類されており、色や外見が重要視されている。スポンジケーキにラズベリージャムを挟み、 チョコレートとココナッツでコーティングしたラミントンはクイーンズランド州で考案された歌詞であり名前はクイーンズランド総督を務めたラミントン男爵に由来する夏にクリスマスを迎えるオーストラリアではクリスマスプディングの代わりにアイスクリームが出されることもあるオーストラリアには都市の外に広がるブッシュやアウトバックに思い入れのある人間が多く屋外での料理は オーストラリア人の得意とするところと言われる。オーストラリアを代表する料理にバーベキューをあげる人間も多い。オーストラリア独特のバーベキューの食材にはカキを詰めたステーキ肉、少量のブランデーを垂らして焼いた車エビ、取れたての魚のアルミホイル包み焼きなどがある。キャンプオーブンはアイルランドの農民の間で青銅器時代から使われていたお鍋のコールドロンが元になっていると考えられている。 キャンプオーブンの蓋は鋳物でできており、蓋の上に大きい火を乗せるとオーブンとして使うことができる。無発酵パンであるダンパーはキャンプに欠かせないもので、起源はアボリジニの料理、あるいはアイルランドのソーダブレッドにあると言われている。オーストラリアの伝統的なパンであるダンパーはスワッグマンやドローバー、あるいは旅人の食事として作られていた。ダンパーと同種のパンには、 やや小型のジョニーケーキあるいはスコーン、ビスケットと同程度の大きさのデビル、オンザコール、テニスボール台の塊を茹でたシンカーがある。油で炒めたジョニーケーキはレザージャケットと呼ばれる。キャンプではビリー缶で煮出した紅茶が入れられ、大量の砂糖が入れられる。肉類は手軽に調達できる牛肉や洋肉が使われ、アウトバックに生息するカンガルーやウサギの肉は、 特別な機械の料理に使われていたと考えられている。野菜類はかつてはジャガイモ、豆類、玉ねぎが主であり、冷蔵技術の発達によって使用される野菜の種類も増えつつある。味付けのほとんどは塩と胡椒で、香辛料や香草は匂いが強い牛肉や手の込んだ料理に使われる程度である。肉や魚介類の料理にはベーコンが調味料として加えられることもある。 料理の名前には、工夫が凝らされ、ブッシュの職業、歴史的な地名、意表をつく比喩が、料理名に使われている。ミートパイをスープに浸した、アデレードフローターラミントンアンザックビスケットフェアリー、ブレッド。ありがとうございます。